南区議会議員候補、小田口智子です。マイナ保険証を中心に、こんにちは、ありがとうございます。皆さんこんにちは。本日は選挙戦2日目、とっても重要な出会いたくさんありました。私はこの4年間、戦争に絶対反対を貫くと同時に、労働者の労働の問題に徹底的にこだわって社会を変えるために声を上げてきました。ありがとうございます。ありがとうございます。私は働く人たちが人間らしく生きられる社会、若者や女性が今の社会の現実、職場の現実、政治に対して声を上げられる社会を作りたい、そういう思いで市議会議員選挙に立候補しました。私は、ありがとうございます。今この杉並区で働いている実際労働者の4割が1年雇用の非正規公務員です。しかもその4割の非正規公務員は9割が女性労働者です。働いても働いても生活が全く豊かにならない、それどころか2つも3つも仕事をしなければ生活していくことができない、それほどまでの低賃金、1年雇用、半年雇用、全く未来が見えない、全国に2100万人とも言われる非正規労働者、その非正規労働者がこの瞬間にも私たちの社会を動かしている、その労働者が、働く人たちがなんでこんなに軽んじられなければいけないのか。私は働く人たちが大切にされる社会を作りたい。労働者の皆さんは原口智子に一票を入れてほしい。そして一緒に職場の現実を変えるために、社会を変えるために声を上げよう。私はこのことを伝えたいと思います。今朝は荻窪駅の南口からスタートしました。ガッツボードをしてくれたり、演説をわざわざ朝聞きに来てくれた区民の方もいました。ありがとうございます。皆さんこんにちは。やっぱりね、岸本区長をはじめ児童館の廃止、民営化の問題だし、あるいは阿佐ヶ谷公園での再開発の問題だと思うんですけど、いわゆるリベラル派といわれるような人たち、議員が、しかし実際には多くの人々を裏切って、それが今の政治不信だとか低い投票率につながってるんじゃないかなというふうに思います。村口さんはね、そうした格好付きのリベラルとは無縁でね、やはり労働者、学生、市民の先頭になって共に戦う議員です。全身懸命視聴者の皆さん、ぜひ共に原口さんと一緒に学生運動、労働運動をつけましょう。原口さんに一票お願いします。ありがとうございます。さらに昼の地域周りでは、支持者の方たちからたくさん激励をいただきました。家族全員で入れるよ、周りに広めてるよ、たくさんお声をかけていただきました。ありがとうございます。皆さんこんばんは。先ほど選挙の応援スタッフということで、ビラ巻きの手伝いをしてきました。まあ、沿道の方からの反応がすごく良くて、期日前投票をしてきたよっていうおじいさんとかもいらっしゃって、すごく熱が入っています。今杉並区議会選で戦争反対を真正面から掲げて立候補しているのは村口さんしかいません。杉並ご在住の皆さんも、そうでない皆さんも、村口智子さんの応援をぜひよろしくお願いします。夕方の南阿佐ヶ谷駅前でも、ウクライナ戦争について NATO のことも批判しているのは重要だねという意見をくださった区民の方、さらに現役の保育士の方が声をかけてくれて、民営化は良くないという職場の実感を語ってくれました。さらに夜の荻窪駅北口では、なんと大学1年生の若者が声をかけてくれて、いろいろ自衛官募集業務って何ですかとか、今の政治どう思いますかとか、なんで政治家を志したんですかとか、まあ、いろんな質問をしてくださって、とても嬉しかったです。小田口さんは法政大学で戦い抜いてきた大先輩です。小田口さんみたいに一人の仲間を見捨てず戦い続けるような国は絶対挑戦してほしいし、応援しています。さらに演説中に手を振ってくれたり、拍手をしてくれたり、グッドサインをしてくださる方など、本当にたくさんの方から様々な反応をいただき、ありがとうございます。明日は選挙戦6日目、明日も1日頑張っていきます。